悲しい。マジックなことにはまるで興味なかった。あゆ先輩よ、かっこいい。おはよう、あゆ先輩。魔法、ミラクル、不思議異次元ワールド、あるわけないと思ってた。そんなもの、あるわけないって。あゆちゃん、おはよう、魔女っ子。ダメ、そんなこと言っちゃ誰かに聞かれたらどうするのって自分からペラペラ喋ったくせに。それはあゆちゃんだからだよ。他の人には絶対喋らない。だからあゆちゃんもお願い。はいはい、わかりました、魔女っ子。この子、さくらにな。うちのクラスに転校してきたばかりなんだけど、マジックキングダムからやってきた魔女っ子、本当の本物。急げ、早くしろ。はい、おはよう。おはようございます、校長先生。おはよう、間に合ってよかったね。おはよう。くんだよ、あゆちゃん。え、カジくん、行こうよ。ねえ、カジくんたち行っちゃうよ。あ、ちょっと。どう、おはよう、立石。さくらさん、おはよう。おはよう、カジ君、辻合君も。おう、さくらさん、学校は慣れた？うん、あゆちゃんがいろいろ教えてくれるから。へえ、立石が。とっても優しいんだよね、あゆちゃん。別に何もしてないわよ。なんか意外な気もするけど、いいとこあるな、立石。だから何もしてないって。ほら、辻江くん待ってるよ。うん、じゃあ。カジくん、あゆちゃんたら、もっとカジくんとおしゃべりすればいいのに。別に話すことなんてないし。なんで私がそんなこと。だってあゆちゃんはカジくんのことが好き。遅れるよ、さっさと教室行こうね。
私は今のままがいいの。告白して気まずくなるくらいなら。あ、じゃあニナが代わりに。余計なことしないでよ、ニナ。でもな。あれ、使っちゃダメよ。いいわね。よし。ダメって言われたけど。いいよね。あゆちゃんのためになるんだし。さ。だあ！あの光は、まさしく魔法の光。すなわち、さくらニナが今まさに魔女っ子に変身して魔法を使おうとしておりますね。ニナ様、どんな魔法をお探しですか？ね、あゆちゃんをね。さらりさらりっと。もう休み時間は終わりですよ。教室へ戻らないといけませんね。はい。なんともう一息だったのに。また魔法使ったな。なんだリオ、学校に来ちゃダメだって言ってるじゃない。だって退屈なんだもん。ねえねえ、今度はどんな魔法使うの？内緒よ。とにかく早く帰んなさい。お、さくらはどうした？すみません。さあ早く席につけ。なんだ、迷子にでもなったのか？いえ。どうしたの？ちょっと。いや、何？チョコあげる。え？でも、なんでまた？とっても美味しいの、食べてみて。うん、じゃあ。ありがとう。なんだ、どうした？さくらさんがチョコくれたんだ。お前ももらう？おう、センキュー。どうした？なんだあいつ。立石。辻愛くん、何か話があるんだ。ちょっといいか？え、でもまだご飯食べて。待てないんだ、来て。何？立石、俺と付き合ってくれ。嘘！何言ってんのこの人。そんな急に。あ、やだ、みんなこっち見てる。げ、カジ君まで。ニナ、そっか、やつの仕業ね。辻愛君、ちょっとごめん。あゆちゃん来て。間違って辻愛くんに？うん、本当はあゆちゃんのこと好きになっちゃうチョコをカジくんに食べてもらおうと思ったんだけど。どうなるの？まさかこのまま。大丈夫だよ、ニナの魔法下手くそだから時間が経てば自然と消えちゃうよ。時間ってどれくらい？4、5時間くらいかな。4、5時間、そんなに続いたら学校中のみんなに知られて噂になって、そんでもってカジくんに嫌われちゃう。
もうちょっと早くならないかな、みんな。へー、そんなこと言われても。やれやれ、こりゃ大変だ。大丈夫、近くに誰もいないよ。サンキュー、しっかり見張っててね。ちょっと、また魔法を使う気？今度は大丈夫、任せていて。ビーズを入れてっと。パソコンにつなぐ。プラティリス。もう大丈夫だよ。へえ、かわいい。この指輪がきっとアユちゃんを守ってくれるよ。守るって。あ、タテイシ。ああ探したぞ。指輪。さっきの返事を聞かせてくれ。頼むタテイシ、出ないと俺。ほえ、すごい威力だね。で、聞いていい？何？この指輪の魔法って一体？男の人に触られたら電撃食らわせる魔法。いざっていう時に辻愛くんをやっつけられるように。辻愛くんやっつけてどうすんのよ。根本的な解決になってないじゃない。またなんか間違った。辻愛くん、大丈夫？あ、俺一体なんでここに。え、それじゃあ覚えてないの？覚えてるって何を？よかった。あ、そういえば俺立石に何か言わなかった？ううん、全然。そっか、ならいいんだ。じゃ、なんと見ましたよ。確かに見ましたよ。今魔法を使ったでしょう。すなわち辻愛くんにビリビリって魔法を使ったでしょう。やっぱりあなたは魔女っ子だったんですね。僕はあの夜確かに見たんです。コンビニの前で立石さんが高校生に絡まれている時、なんとあなたは魔法を。ごめんなさい。なんと肩こりが治りました。どうしよう、あの人に魔法見られちゃったよ。大丈夫よ、委員長くんの言うことなんか誰も信用しないから。委員長くん？うん、あいつ自分で勝手になんとか委員会って作るのが趣味なのよ。変な趣味。要するにいろんな意味でのマニアだね。ふん。あ、外れないよこれ。だって魔法の指輪だもん。まさか魔法が消えるまでこのまま待つの？それか解除魔法って手もあるけど。解除魔法？かけてかけて、早くかけて。でもなかなか難しいんだよね、解除魔法って。見つけるのも大変だし。
じゃ、できないの？うん。ってことは、このまま辻A 君以外の男子にもビリビリしちゃうわけ？そうだね。お願い、ニーナ。これからもし魔法を使うことがあったら、解除魔法もセットで用意しておいてね。うん、わかった。とにかく、今日は男の人に近寄らないようにしないと。シャービクビクだよ。クールビューティー型なしだね。誰のせいよ。どうしよう。すごい、あゆちゃんの通った後に男子生徒の屍がルイルイ。勘弁して。すごい電気ショックを受けたんです。頭バカにならないですか？大丈夫よ、多分静電気のせいだと思うから。静電気？違いますよ。え、じゃあなぜ？実はこれはですね、なんと電撃魔法でやられたんです。やっぱり少し休んでく？信用しないんですか？いかにも校内美化および風紀取締推進委員会委員長の僕がこの身を犠牲にして。先生、なんだか体がしびれてビリビリきたんですけど。ま、あなたたちも今日は静電気被害が多いわね。きっと尻尾を掴んでみせます。あの人がなんと魔女だってことみんなに証明してみせます。はい、あゆちゃん。サンキュー。これ以上騒ぎを起こすわけにはいかないもんね。やっぱ早退するしかないよ。ごめんね、一人で大丈夫？平気平気。じゃあ、あ、授業始まっちゃう。あれ、立石、帰るのか？あ、うん、ちょっと体調悪くて大したことないんだけど。へえ、そういえば顔色悪いな。大丈夫か？ダメ、こっち来ないで。え、なんで？それは。立石！あなたも静電気のせい？ああ。なんだか今日は多いのよね。あ、コブができてる。痛い？ちょっと。少し冷やした方がいいわね。先生が起こしてあげるから、ここでちょっと休んでいきなさい。はい。よかった。大したことなくて。ああ、立石も具合悪いんだろ？え？あら、そうなの？私はちょっと風邪気味なだけで。顔が赤いわよ。熱があるんじゃない？いや、その…カジ君？カジ君の寝顔、肌綺麗、髪の毛ふわふわ、形のいい唇。あ、いけない、触ったら電撃が。あ、いや、そういう問題じゃなくて、いやらしい、触りたくなるなんて。カジ君。辻愛。おう、なんか頭打って寝てるって聞いたから様子見に来た。ああ、もう平気平気。立石はもう起きていいの？私はもう少し。そっか、じゃあ俺たちは戻るけど。うん、じゃあ行こう、辻愛。私がカジ君のこと好きだってこと。
お前の顔舐めるように見てたぜ。キスしようとしてたのかも。ねえ、マジかよ。終わった。本当に今日はごめんね、ニーナ。アユちゃんのためだと思って。ニーナの気持ちは嬉しいんだけどさ、魔法でカジ君に好きになってもらっても私全然嬉しくないよ。え、そうなの？うん。だって魔法が解けた時すごく悲しくなるよ。あ、そっか。ごめんね、あゆちゃん。いいのよ、もう余計な魔法は使わないって約束してくれれば。うん、約束する。ニーナ、余計な魔法は使わないよ。うん、ちゃんと役に立つ魔法を使うように頑張るからね、あゆちゃん。ニーナってばどこまで分かってるのか怪しいもんだな。あ、外れた。ないない、あれ式の魔法も使いこなせんとは。まったく、まだまだ修行が足りん。そんなことであいつまで経ってもあれを見つけ出すことなどできんぞ。分かっとるのか、ニーナ。分かっとるのか。またマジックキングダムからみたい。ユタ君って超美形で魔法の腕も天才的らしいけど、なんか問題ありそうだね。わかる。ああ、波乱の予感。次回ウルトラマニアック第2話、ボーイミーツガール。ハートに届け、プラクティス。